はい。皆さん、こんにちは。囲碁騎士の三村智康です。今日は、えー、っと、まあ、練習法というか、上達に関係する話をなんかやりたいなと思ったんですけど、<laughs> えー、これ、おすすめのサイトを、まあ、知ってる方も多いとは思うんですけど、えー、っと、見えますかね。101、えー、行き、もう、 <laughs> まあ通称101ってみんな呼んでると思うんですけど、えー、これが中国の囲碁サイトで、えー、何でもあるんですよ。もうすべてある。囲碁に関することはすべてあるですね。あ例えば、うん、まあ主に詰碁の練習で使うことが多いですけど、うん、例えば棋風とかね、 えー、最近の寄付とか、過去の寄付とか、もその棋士別に全部出てて、えー、もうこれはもう欲しい寄付な何でも大体出てくる、パッと出てきて、うん、すごい使いやすいんですけど、あんまりこれは自分、私は使わない。こんな感じで、うん、やることができるっていうことですね。うん、それで、まあ今回は、えー、そう、これはですね、こうん、 爪子、私はこ、サイトは昔から私結,結構知ってるのは、あの、爪子をね、集めるために、え道場で指導するために爪を結構大事だし、あとは、爪子の研究会、プロの研究会、爪研っていうのもやってましたし、えこんな感じで、えーえーと、入門用のものから、プロ用のようなものまで、えー、あらゆる本を、まあ、データ化する職人さんがいて、 いるんでしょうね。力を合わせてこういうのサイトを作ってアップロードしてるわけなんです。もうあの、著作権とかね、そういうのはもう中国のサイトはもう一切、うん、何関係ないですね。ちなみに私の問題集、出した本の問題もここに全部出ています。えー、それで、うん。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、その、まあ私の生徒たち、もしこれ見てたら、うん、やってほしいんですけど、 えっと、訓練。うん、練習。あ、これ違うな。これ違う。どこだっけな。えっ、ー、と、これで一回リンク戻る。うん、これが、その、うん、問題をタイムアタック、制限時間内に解くような練習ですごくこれ、いいお、いいと思ってるんですけど、うん、これ、陰性とか、うん、若いプロたち結構これやってるみたいで、えっ、ー、とね、 どうし15級からあって、うんと、4段、5段ぐらいまでは私は一応進めてみたんですけど、うん、そうだな。えっ、ー、と、だいたいね、あんまり難しいのやらないんですよ。これで制限時間があって、うん、なんだこれ。これってなんだあ、こういうことか、うん。なんか、で、次の問題で進むんですけど、うんと すすぎの問題、これなんだこれ。えー、っと、これ、隅生きてくれって感じかな。これしても完全に、うん、行って寄せこうか。で、いいのかダメだ <laughs> 間違えた。えー、っとね、これはなんだあこうやってこうかな。10問 10問やる感じかなうん。えっ、ー、と、これとこれとこれとこれで大丈夫かなうんと、ここだとダメ。これ、うん、ここか。こんな感じで、えっ、ー、と、あんまり長く考えると、アウトっていうか、うん、時間制限があるんですよ。 今で38秒。1問につき45秒かな。まあ、その、うん、どこになんだ、こうになっちゃったらまずいんだろうな。こっちから行うか。うん、これで、うん。これはね、実はね、中村すみれちゃんに教えてもらったんですよ。このサイズのこれがいいですよって。ここかな。で、席行きですね。 うん、これは左引かれてダメ。これは良好ってことか。で、これで10問やって、で、2個間違えるまではセーフ。3つ間違えたらもうクリアできないんですけど、で、これで、ちょっと、本当はこの1個間違えてダメなんですけど、なるべく、うん、見た目パッとすぐに解けるように、時間をかけないで、 満点を取るっていうような練習を時々私もやるんですけど、で、その、今87秒かかったんですよ。今のね、クリアするために。で、このトップの人は23秒で、とかでやっていて、これ、ミレさん、いつもトップ、いろんな級とか弾でトップ取ってる人なんですけど、まあ、あの、どなたなのかは想像していただきたいんですけど、うん、23秒はね、もう絶対無理。どうやって、うん、 全部の問題がノータイムで解けたとしても、それプラス操作をなんか特別な早いクリックとか、まあスマホでもこれできるんで、あのタップですごく早くやるのか、まあでもいくらやっても私は無理なんですけど。で、これをみんな、例えばね、えっと、5段の子とか6段の子だとしたら、本当に9、初段、1段、 うん、一級ぐらいで。私なんかでももう一段、二段ぐらいの問題で十分ですね。これをもう四段、五段の問題やっちゃったらもう全然難しいし、それ練習になるかどうかも、うん、微妙ですね。優しい問題を瞬間的に完璧に解くっていう練習を、これをやると本当にいいと思います。あの、大人の方でしたら、大人の例えば初段の人だったらもう、 10級ぐらいの問題なんならもっと下でも、いくら下でもいいんで、もうサクサク解ける。ノータイムでパッパパッパ解けるっていうレベルのものを取り組むのがおすすめです。えー、本当に、これ、うん、試しに開けたら、うん、多分、あの、さっきのミレさんでもこの5段ぐらいの方になると、そんないい記録がなら、出てなかったんで、うん、優しい問題を早く解くっていう練習をするために、このサイトすごく、えー、時間、 制限があるっていうアプリは結構それは他にあんまりないので、うん、いい練習なんで、私の生徒、もしこの動画見てたら必ずまず一回試すように。で、このやるための、えー、必要なことは、えー、トップページからこのところに行って、えーと、メールアドレスでなんか登録する、アカウントを作って登録することは必要になるんで、でもあとはもう完全無料で使いたい放題ですね。うん。 で、結構、以後のデータがいろいろ、まあ、網羅されているすごいサイトなんで、まあ、え、ぜひ、えー、興味のある方、これまだ知らなかった人は試してみてください。じゃあ、今日はここまでとします。